どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙。なんだ、ケツでカーカまんじゅうよ。こんな目可愛い巫女に対して、なんてこと言うのよ。まあいいわ。それにしてもケツでかなんて言葉、まるでクレヨンしんちゃんがミサエに対して言う言葉みたいね。確かにそうだな。じゃあ今日はちょうどいい機会だし、意味がわかるとぞっと、クレヨンしんちゃんの激ヤバ都市伝説裏設定急戦について解説していこうと思うぜ。あの国民的アニメに都市伝説や怖い裏設定なんて、あるはずないじゃないの。霊夢は甘いんだぜ。実はクレヨンしんちゃんは公式非公式問わずと、結構な数の怖い都市伝説が囁かれているんだぜ。そうなの？アニメをたまに見るライト勢だったけど、全く知らなかったわ。霊夢と同じような人は、聞いたらかなり驚くような内容ばかりだから心してみてくれ。下手したらクレヨンしんちゃんという漫画、アニメの見方が全く変わってしまうかも。それは怖い、けど気になるから解説お願いするの。それでは、ゆっくりしていってね。まず一つ目は、しんちゃんとひまわりには弟がいる説だ。霊夢は、しんちゃんとひまわりに弟がいるって知ってたか？そうなの？アニメには出てきていないし、ひまわりも赤ちゃんなのにさらにその下に弟がいるなんて考えられないわ。しかし、弟がいるというのは都市伝説ではなく本当のことなんだぜ。クレヨンしんちゃんの漫画で、ひまわりが幼稚園児になった時のエピソードがあるのだが、二人の弟はそこで登場しているんだ。そうなんだ。弟はミサエの腕に抱かれて登場するのだが、顔はしんのすけそっくりで髪型はひまわりよりの見た目をしている。しんのすけに、よっ父のみご、と挨拶されて、よ、と返すというコミカルなシーンが収録されているんだ。挨拶の仕方に気を感じるわね。アニメではまだひまわりが赤ちゃんのため弟が登場する気配はないが、いつかアニメにも登場するかもしれないな。二つ目は、しんこちゃんはひまわり説だ。霊夢は、しんこちゃん、って覚えているか？しんこちゃんって、しんちゃんのお家を訪ねてきた謎の女の子よね。そうそう、そのしんこちゃん。2008年に放送された、謎のしんこちゃんだぞ、で登場した。5年後から来たしんのすけの友人、という設定のキャラクターだ。実は、しんこちゃんは未来から来たひまわりなのではないかという説があるんだぜ。そう言われてみれば、しんこちゃんってひまわりに似ているわね。そうだろ？それに、しんこちゃんは名前を聞かれた時に、ひま、と言いかけ、しんのすけのことを、お兄、と言いかけるというミスをしている。ちなみに、それぞれ苦し紛れに、ひま、な子供のしんこちゃんです。鬼、ギリ頭、と言い直してごまかしているぜ。これはもう、制作側が気づいてくれと言っているようなものね。しんこちゃんは未来から来た理由として、ひまわりの母親は本当にミサエなのかというのを確かめに来たと言っている。なんでわざわざ、そんなことを？5歳になったひまわりはママ、ミサエ、に怒られすぎていて、本当に自分の母親なのか疑わしく思ったそうだよ。性格とか好みなんか、もろミサエの血を引いてるのにね。まあ、これはほぼ確定の説だけど、いつかアニメで真相が明かされる日が来るかもしれないな。三つ目は、坊ちゃんのママが登場しない本当の理由だ。クレヨンしんちゃんは、実に多彩なキャラクターがいるよな。しんちゃんの友人からご近所さん、幼稚園の人たちまで細かく設定されているのが魅力なのよね。しかし、クレヨンしんちゃんには不自然と言ってもいいほど登場しないキャラクターが一人いるんだ。霊夢、誰かわかるか？え、誰かしら？それは、坊ちゃんのママだ。確かに風間くんやねねちゃん、マサオくんのママはすぐに思い浮かぶけど、坊ちゃんのママは浮かばないわね。実は、坊ちゃんのママが登場しない理由に、坊ちゃんのママはネグレクトをしているというものがあるんだぜ。え、そうなの？坊ちゃんのママが幼稚園の送り迎えや行事に顔を出さないことからそう噂されているようだな。他にも、坊ちゃんが常に鼻水を垂らしているのはママが病院に連れて行かないからだとも言われているんだぜ。なるほど、一理あるわね。あとは別の説で、坊ちゃんのママはママともいじめに遭っているとも噂されているぜ。そんな設定が本当だったら嫌になるわ。ちなみに、坊ちゃんママは原作でもほぼ登場しないんだ。過去に数回だけ、坊ちゃんママとパパは登場するが、顔が吹き出しで隠されて見えないんだぜ。これは、作者の薄井さんが意図的に隠しているってことを意味するな。単に坊ちゃんを不思議キャラにしたいだけなのか、それとも本当に怖い裏設定があるのか。坊ちゃんの家庭環境はあまり話としても登場しないし、謎が多いわね。四つ目は、城は癌を患った捨て犬説だ。霊夢は、飼い犬城に関する都市伝説も結構あるのを知っているか？あれだけ可愛い城に都市伝説？知らないわ。霊夢、城は捨て犬だったのは知っているか？え、そうなの？知らなかったわ。アニメでも放送されてたが、だいぶ初期のことだしな。その捨て犬だった城をしんちゃんが拾ってくるエピソードも描かれているぜ。そして、そんな城の出生には怖すぎる裏設定があったと言われているんだ。
それが、シロはガンを患っていて、治療代を出し渋った飼い主から捨てられたというものだ。なかなか闇の深い設定ね。これは薄井先生の設定ノートに実際に記されていたとも言われているんだよ。けど、その設定があまりにも残酷すぎるので、シロが捨てられた理由を、飼い主が犬アレルギーを発症したために差し替えたと言われている。どっちにしても悲しいわね。しんちゃんに拾われたシロは現在、時々餌をもらえなかったりするものの幸せに暮らしている。よかったわね、これからも幸せに暮らすのよ。続いてもシロ関連の話、13年後のシロだ。実は、そんなシロの目線で書かれたエピソードもあるんだぜ。どんなお話なの？それは、シロが野原家に飼われ始めてから13年後のストーリーだ。全然知らなかったわ、どんなお話なの？13年後。しんのすけは大学受験を控えた高校生、ひまわりは中学生になっていた。シロは、最近しんのすけが忙しいのもあって遊んでくれないことを寂しく思っていた。それに、シロはこの頃体調が悪く、寝ていることが増えていたんだ。飼われてから13年も経っているってことは、シロももう老犬だものね。そしてある日ミサイがシロを病院に連れて行くと、シロは死期が近いのだと宣告されるんだ。それが受け入れられないしんのすけは、ミサイが見せたい医者がヤブだったんだ、とシロを他の病院に連れて行くことにしたんだ。すでに涙が出そうなんですけど、いろんな病院を巡ったものの見放され、しんのすけは道端に倒れ込んでしまう。しかし、そこはかつてしんのすけとシロが初めて出会った場所だったんだ。泣ける。しんのすけはそこで泣きながらシロを抱きしめ、シロ、今度はオラが待ってるから。だからもう一度美味しそうな綿飴になって戻ってくるんだぞ、と言ったというストーリーとなっている。クレヨンしんちゃんにこんな泣けるエピソードがあったとは。もっともこれは公式で出されたエピソードじゃなく、ファンが作った架空のお話なんだけどな。あまりにもクオリティが高くて、ファンからは結構認知されてるようなんだ。非公式だとしても、これは泣けちゃうわよ。続いては、ミサイは元声優でヒロシはストーカー説だ。しんちゃんの両親、ミサイとヒロシにまつわる闇深い都市伝説も結構あるんだぜ。まずミサイだが、彼女は元声優で、その声の虜になったヒロシと紆余曲折あって結婚したという噂があるんだ。え、何それ？ミサイに一目惚れしたヒロシが、反ストーカーくらいの勢いで猛アタックをした結果、結ばれたんだとか。なんか唐突すぎるし、ヒロシのイメージが崩れるんですけど、本編にそういう描写はあるの？実はないぜ。クレシンファンの間で捏造された裏設定と言っても過言ではない。それが嘘設定が、いつの間にか一部の人に認知されちゃったようだな。ちなみに本編では、ミサイは過去に短大卒から OL になったことを裏付けるシーンが放送されてるぜ。確か公式的に慣れ染め話が放送されてるわよね。ああ、ミサイが落としたハンカチをヒロシが拾って、出会いから交際に至るんだぜ。そうだったわよね。でも、本当に元声優だったらと考えると面白いわね。こういう根も葉もない都市伝説がどうやって定着するのか考えると、不思議だよな。次は、しんちゃんが大好きな大学生、七子お姉さんについての都市伝説だ。七子お姉さんにも都市伝説があるの？アニメでは黒髪ロングの以下にも清楚な感じで書かれている七子お姉さんだが、実はギャルだという説が提唱されているんだ。嘘？これは意外ね。実はこの説は本当で、原作の漫画で七子お姉さんは茶髪で露出の多い服装をしたギャルとして描かれているんだ。それがきっかけで、細かい性格をした作家の父と揉めるなんてシーンもあるんだぜ。知らなかったわ。けどどうしてギャルから黒髪清楚のお姉さんに変更されたのかしら？実は原作漫画はあまり子供向けではない内容も多いし、アニメ化するときに子供が見ることも配慮して変更されたのかもしれないな。どっちの七子お姉さんも素敵だけど、ギャル七子がアニメに登場する世界線も見てみたかったわ。お次は、幻の最終回が存在し、舞台は22年後、説だ。これは全く知らないわ。そもそもこの作品に最終回なんてあったの？クレヨンしんちゃんの作者である薄井義人さんは、連載途中で亡くなってしまった。原作者による連載ができなくなってしまったので、最終回というものは存在しないんだ。そうよね？そのはずなのに、クレヨンしんちゃんには幻の最終回が存在すると言われているんだ。え、そんなまさか。ちなみにどんなストーリーになっているの？舞台は22年後、しんのすけは27歳の会社員、ひまわりは22歳の OL になっていた。ミサイとヒロシは？しんのすけが中学生の頃に事故によって亡くなってしまっている。ひまわりは親戚の家に預けられたものの、しんのすけと一緒に暮らすようになったんだ。しかし、しんのすけはある日勤めていた会社をリストラされてしまうんだ。ある意味残酷だわ。その後しんのすけはなんとかす乙女グループにボディーガードとして再就職するものの、今度はひまわりが交通事故で重傷を負ってしまったんだ。聞くのが辛すぎる。そして、しんのすけはひまわりに、風間くんと付き合っている、と聞かされショックを受けるも、
車椅子生活となったひまわりを支え、愛していくという風間くんの決意に感化されて、しんのすけはようやく二人の交際を認めることとなったんだ。途端にいい話。そしてひまわりと風間くんは結婚し、春日部防衛隊の面々が祝福するという内容になっている。クレヨンしんちゃんはそんな結末を迎えていたのね。ところが、この最終回と言われていたストーリーは第三者が作った二次創作だということが判明したんだぜ。本当のお話じゃなかったのね。そうだ。今のところ、明確なクレヨンしんちゃんに最終回はまだ存在していないぜ。最後は、しんちゃんはすでに亡くなっている説だ。さて、最後に主役であるしんのすけについての都市伝説を紹介しよう。しんちゃんにも都市伝説があるのね。それは、しんのすけはすでに亡くなっている、というものだ。何その怖い話？しんのすけは、車に轢かれそうになったひまわりを助けて代わりに亡くなってしまったという。え、じゃあ、クレヨンしんちゃんって何なの？クレヨンしんちゃんは、しんのすけの死を受け入れられないミサイが、しんちゃんが生きていたらこんな風だっただろうという物語を、しんのすけが愛用していた遺品のクレヨンで書き始めたものだと言われている。ずっとクレヨンしんちゃんの、クレヨン、ってどこから来ているのかと思っていたけど、そんな説があったのね。まあもちろん、これも公式が作った話ではないからな、信憑性は低いと言えるな。以上が、意味がわかるとぞっと、クレヨンしんちゃんの激ヤバ都市伝説&裏設定急戦だったぜ。テンション高くて面白いアニメだとばかり思っていたから、とても衝撃を受けたわ。そうだな、普段のアニメでは天真爛漫なしんちゃんの姿ばかりが印象に残るが、都市伝説の数々を知った今となってはまた別の見方ができるかもしれないな。そうね。真偽がわからないものもあったけど、興味深い内容の都市伝説ばかりだったわ。クレヨンしんちゃんに関する都市伝説は他にもまだまだたくさんある。もし需要があったら他のクレシン都市伝説も動画にするぜ。ぜひ動画への感想、考察などコメント欄へよろしくね。最後までご視聴ありがとうございました。